ちは。こんにちは。しんです。しげです。恥ずかしい。いや、何回目ですか。しげさんね。で、今日はですね、僕今これ着てるシャツ取りに来たんですよ。もう着てるけど。ね、そう、取りに来てくれた。あとちょっと前にね、チノパンのも頼んでて、裾上げ終わったんで取りに来たと。ついでに、ついでに春夏もんが割と出揃ってるんで、ついでによかったらしい、来てて。いいっすか。まあちょっと紹介できたらなと思います。じゃあやっていきましょう。はい。今日良くない、このコーディネート。どうすか、ちょっとスウェードだったけど。でも普通にこの爽やか、夏っぽくていいじゃん。夏っぽくていいっすよね。ね、まあ、普通になんかサンダルでもかっこいいっすよね。うん。一応レイオンコットンのシャツ。めっちゃ着やすいこれ。マジこれ頼んどいてよかった。肌触り良くて。最初ね、こうネイビーとね悩んだんですよね。死んだとなんか俺ネイビー行くからそう、絶対多分そこあえてね行かないっていう。そう、イエロー選んだと思って。そう。持ってそうだけどね。持ってそうなんですけど、持ってないんですよ。それこそさ、こういうチェックシャツとかさ。いや、それで、そう、これね。これ悩んだんですよね。悩んだよね。悩んだ悩んだ。じゃあこれもう一回着ていいですか。うん。これかっこよくない、これ。なんか今の、今5月半ばか。半ば。なんかその夜ちょっと寒いとか結構あるじゃないですか。昼間あったかいけど。朝晩がね、冷えるんですよ。そうそうそう、意外とね。微妙に。半袖で出たけど、ちょっと夜半袖寒いなみたいな。そう、昼間は半袖いいんだけど、うん、時にね、あのこちらの商品が非常にね役に立つという。今回ご紹介するのはこちらの商品。急に通販番組。いや、でもマジでこれね、これめっちゃいいよ。軽いし、ライトに。あ、これはいいでしょう。いや、めっちゃ良くない。閉めていいですか。全然全然閉めて。あ、いいな。これなんかちょっとフェードした感じも。いや、かっこいいこれ。で、ちょっとね、そう、まくったりしてね。あ、かっこいいわ。シンはオープンから似合う。本当ですか。似合う。かっけえこれ。色が3色もある。そう、ホワイトとあとブラック。あ、これもいいね。これもいいでしょ。これもいい。そう、これもいいでしょ。あ、渋いわこれ。あ、かっこいい。てか今この白の、あ、これもね、トロフィーのやつ。ダックパンツ。はい。前回買ったもの。前回買ったやつ。全部合う。白白こうでもいいけどね。白白もいいっすね。ね、白白。うん、白白もいい。結構この時期は白白好き。で、なんか頭が今色が濃いから、うん、めっちゃいいかも。いいね。そう、これ3色ともいいんですよ。いや、全部いいわ。で、これ普通に売ってるんですか。普通に売ってる。うん。危ないな。海藻。で、これがハワイアン。そう、今年のハワイアン。俺前回は白いやつね、ちょっと一回着たいけど。でも茶色かっこ、あ、でも、あ、いや、これいいな。今年結構色物が目に入る。色いいっすね。俺茶色かっこいいなと思う。茶色もいいよね。茶色かっこよくない？ちょっと着ていいっすか？全然。あ、いいわ。さっきのシャツより気持ち大きくしてる。いや、でもハワイアンはちょっとピチピチ、あんまりかっこよくないっすよりはね。そう、このね、ゆるい感じがいいんだよね。レイオンの風でなびく感じの。ドレープ感がある。こういうことっすよね。そうそう。で、うちはレヨン縮むから、あの、もう生地で洗いをかけて先にもう縮ませた状態で製品にするから、そう、洗濯機入れても縮まない。なるほど。レヨン怖いっすもんね。そう、安定しないんだよね。製品洗いでうちも何回か試したけど安定しなくて、うんうんうん、やっぱ茶色しびいな。まあ茶色だから、まあ今日靴がね、ダークブラウンだから。そうなんですよ。余計ね。もういくつ履いてますね。でしょ。
同じでーす。最近のインスタです。最高ですよ。もうあのスタイルがよく見えるインスタ。いや、しげさんもともとスタイルいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいこれ。このキャスケット万能すぎません？だね、シーン似合うね、めちゃくちゃ。あ、これもトロフィーのやつ。これはね、一応ジャケットが、ついのジャケットが、あ、カバーオールが、これでセットなんですね。そう、何ちゅう持ってきた、何ちゅう持ってきたこうすりゃということですね。オリジナルのチェンジボタン作ったやつ、かっこいいね。キーボタン入るよね。入る、いいなぁ。ちょっと夏物いいっすね。春夏物やっぱり。こちら結構シャツ割と作ったから、うん、それこそこれもね、絡み織りっていう結構日本特有の生地、まあ、浴衣とかそういうのに使われてなんか夏でも、うん、なんかほんと1枚でちょっとね、タンクトップ感着て、これさっきのシャツとかと違ってあのイタリアンカラーだ、襟が、うんうん、そう、これね、こう描いてて、うんうん、で腰にポケットつけて、はいはいはい、キューバシャツっぽい要素も加えながら、あ、確かに確かに、なんかこれにショーツとかかっこよさそう、うん、まあ、僕はねショーツ履かないですよ、足太いんで、ね、あのショーツ履くんだったら長袖は俺はバランスがいいですよね、うん、そうなんですよ、半袖ショーツはちょっと少年感が強いから、そう、ガキっぽくなって、ガキってちょっとよくないね、今ね、子供っぽくなっちゃう、ね、そう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 、そうだから長袖がね、長袖にショーツ一番エロいんだよね。で、サンダルですごいラフに、ね、かっこいいっすよね。かっこいいでしょ。やりたいんですけどね、足が太いこれも一応着てみようか。ああ、これ着て着て着て、まあまあまあ、イメージだけで、ね、そう、見てる人にね、少しでも伝わればちょっときなりっぽい色合いがまたちょっとサイズ大きいですけど、気にしないでくださいね。あ、でもいいな、いいでしょ。これもいいっすね、この真っ白コーデ、真っ白コーデでしょ。で、今パンツが結構ワーク色が強いから、に逆にまあ、あの、チノパンとかに、確かに確かに、そう、これちょっとね、生地がね、そう、これが軽いから色味的には悪くないけど、あ、いいっすね。この、そう、この生地独特でいいんだよね、この絡みのビーツ。おしゃれ。いいわ。こういうのね、あのタンクトップの上からですよね、着たりとかしたらね、最高かと。確かに。あ、いいわ。さすがですね。いや、僕悩んだんですよ、マジで。で、レイオンのハワイアンとかは半袖も作って、そう、半袖も普通にいいよね。シーン、ショーパン履かないんだったら半袖とかもね、そうそうそう、半袖は普通にある、うん、いいな。ちょっと T シャツも見ましょうか。ここあれ、これがオリジナルで作ってる肉厚 9.5 オンスのボディの T シャツ、天竺。でもなんかしっとりしてますね。そう、スウェット編む機械でゆっくり編んでもらってるから、そう、ストレスかかってない状態だからね、柔らかいんだよね、生地が。いいっすね。黒は毎シーズンやってて、今年はイエロー。あ、今回イエロー。そう、今回イエロー。あ、いい。それがシーズンカラーで、あの、毎回違う色が出てくるっていう感じで、はいはいはい、なるほどなるほど。そうそうそう。で、硫化染めだからね、あの、洗っていくとだんだん色が抜けてく、抜けてく。これは定番のやつ、ね、そう、定番の T シャツも豊富でいいっすね。で、今芯が触ってる、それが、あ、いや、これこっち、それがポリエステルなの。あ、そうなの。吸水速乾みたいな感じで。あ、ほんとだ、なんかね、ちょっとなんだろう、ちょっとケバケバしてる、キモっぽい、面白い。メンライクに見せてて、なんかそれ糸を、繊維をこういう筒に通して起毛させて綿っぽく見せるっていうやり方で、なんか大変そう。じゃあさらっと切れる、さらっと切れて、だから洗濯してもすぐ乾くみたいな。うーん、これで今このね、亜熱帯な感じの気候に結構適して、今すっごい出てる、それは梅雨時期とかね、うん、なるほどなるほど。リピーターも多い。うーん、それはあのポリエステルだから
綿は伸縮するんだけど、体にフィットして伸縮するんだけど、ポリエステルはあの伸縮しないから、ワンサイズね、身幅をちょっと広めに作ってて、だドロップショルダーだったりとか、そうちょっと今風なシルエットにはね、なるほどね、ですで今回ちょっと面白そう、それメリノールな、え？メリノールって登山とか、うん、ああいうアウトドアのウェアだと結構ブランドだとやってる生地なんだけど、はいはい、ウールっていうんだけど、メリノールって靴下とか使える？あ、靴下とか使う、そう、まあ、あの天然の機能素材、この3つ3つそう、でそれ半袖もね、もうじき入荷してくる。あ、すごい、でも生地がちょっと透けるっていうか、これはね、俺実際に山登った時にあの買ってみて、もう俺河川ダメなの、河川が、あ、言ってましたね、そう、体に合わなくてもうチクチクするのよ。だからで、綿は山登りとかだとあの汗かいた時に冷えちゃうし、体温奪っちゃうし、重くなるからダメで、じゃあ何だろうと思った時にメリノールっていうのを見て、それで試してみて、汗かいてもサラサラだし、へー、そうで体冷えてきたら温めてくれるし、へー、そう、超高機能素材、超高機能素材、これは違うか、これ普通、あ、それも普通、まあそれ普通のボーダー、これもいい色、リネンコットン、リブだけ色が違う、そう、配色にしてて、それも3色あったんだけど、もうその色しかなくなっちゃった。人気だったんですか？結構人気、今回人気だったね。それも半袖作ってるから、半袖がぼちぼち入ってくる、楽しみですね、いろいろ、うん、T シャツの種類が、ね、多いのよ。そう、すり編みの T シャツを作ってる、うちは。おー、だからいわゆる丸胴、はいはいはい、はぎなしのね、はぎなしのこれと一緒かな。あ、そうだね、そうだね、そう、ボディにはぎがないから体にフィットしてストレスなく着れるっていう、うん、でこっちはね 7.5 オンスのさっきの T シャツよりちょっと薄めのベーメンコットンだから、ちょっとザラついた感じで、はいはいはい、そう、これはねこのボディが好きなんですよ、体にフィットするし、いいっすね、結構クラシックな感じの、うん、マジで豊富だな。そう、 9.5 オンスのこの T シャツは本当にタフだから、全然へこたれないんですよ。確かに作業着としてかもいいかもしれないですね、普通に。だからお客さんもあの新色が出たら新色だけ買ってくみたいな、で 2,3 年来てようやくボロボロになったから買い替えるみたいな、はいはいはい、ほんとそんなペース。じゃあもう長持ちだ、長持ち、めちゃくちゃ長持ち。そのシーンが入ってる白パンが最近、まあ夏の定番だね、もう夏の定番でまた再入荷したって、再入荷してくる、これめっちゃいいっすよ、本当にいいよね、めっちゃいい、太さもちょうどいいし、うん、着やすい。これなんすか？今そこにないんだけど、一応うちが一番看板でやってるモデルがダートデニムっていうモデルがあって、はいはい、まあ、いわゆる多分結構みんな見たの膝当てがこうついてるやつで、ザラついてる生地のやつがあるんだけど、それが今までの値段が合わなくなってきたっていうのもあって、ちょっとリニューアルを兼ねて1年間あの構想に構想を重ねて1年間ずっと作ってなかったのよ。へー、そうで、ようやくサンプルも作ってできて、6月にあの再入荷する予定で、はい、今動いてて、でそれの一応最初の型がこれ、そう、スタンダードモデルと、うちのもうこれ定番の G ジャンの形、まあ、ファーストモデルみたいな感じで、はいはいはい、そうが出ると、出ると6月、6月上旬、あら、朗報ですね、1年1年、これは多分ね、めちゃくちゃ待ってる人いたと思う。あ、そうなんですね。そう、問い合わせもすごいし、いつ出ますかって言って、そうだから、まあ、あの細かい詳細とかはホームページにアップするから、それ見てほしいんですけど、そう、とりあえずこんな感じの型がかっこいいっすね、出ます、かっこいいでしょ、うん、ちょっとね、サイズがね、昔はもうちょっと股上が浅かったの、パンツは。そうだ、股上をもう出して、でもそこまで極太にしてないから、うん、そう、確かにちょうどいいと思う、ね、うん、履きやすいと思う、これはかなりスタイルいいな。いや、もうこれブーツのおかげです、ブーツ、本当にシルエットがよく見えるブーツ。ありがとうございます。本当にいいブーツですよ、履きやすいし軽いし。
それで G ジャンも今までは身幅がね少し多分他のメーカーに比べたら狭かったのをボックス寄りに戻して、はいはいはい、そうでこれ鉄ボタンだったりしてだこれが錆びてなんだそうこれが錆びてくるのよだんだん錆びてる箇所あるかなあちょっと錆びてるかもこの辺とか、まあ、そういうエイジングするんですね、うん、いいですねだうちはもうこの鉄ボタンはクリアって上に表面に鉄錆びないようにクリア拭くとこもあるんだけどうちはもうクリア拭かずにいるから工場に置いてあるのは錆びてるやつもあるけど、まあ、そこも味って捉えてもらってそうこれは何よりうちは多分ね珍しいのは内ポケがついてるんですよあ本当だそうへここにタバコ入れるとこっちで当たりが出てるなるほどねそう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 あじゃあこいつタバコ吸ってんなって思うそう似合うなこれいいっすねこれいいでしょ 14.5 オンス そんなになんか分厚くないかそうあの雨折りって言ってちょっと甘く折ってるからこのザラザラした生地がうちではダートデニムっていう名前で出してる、はいはいはい、ちょっともう味出てるっぽいですもんねそうなんかちょっとねさっき俺ちょっと着てたからかっこいいでこのタイプまあ膝当てがついてないやつと G ジャンとあとこれがその膝当てのタイプおおこれも出るとこれも出るじゃあもうバイカーそうだねバイク乗ってる人はもうこれみんな履いてますもんね履いてるね待望だと思う本当に本当にお待たせしましたって感じ本当にお待たせしましたって感じでこっちはカバーオールああいいですねカバーオールそうカバーオールも前はね割とうちはそんなにあのざっくり身に作ってなくて、はいはい、結構綺麗なスマートなシルエットだったんだけど今回もう本当にカバーオールチックにもうなんかすごい大きめに作ってるから、うんうんうん、すごいが6月全部6月これは6月に今頑張って入れるようにしてるとしてる、うん、じゃあ詳細はホームページかホームページで5月末ぐらいとか 6,、まあ、6頭には詳細は絶対出すんでお楽しみお楽しみでお楽しみでもこの動画見た人は結構朗報じゃないかなへえ、うん、まだどこにも出してないあら初公開です初公開ですいいんすか新が初公開独占独占です独占取材独占ですだそうですお楽しみにあじゃあちょっと僕が今日裾上げ終わったうちのパン履きますこれもうちの結構定番で人気もあるタイプなんでちょっとねチノパンをね新調しないといっぱい持ってるんだけどもうちょっとねそううちはねウェポンっていう生地使ってチノパンよりちょっと肉厚で光沢が強いやつ、うん、これ洗うと落ちるとかあります洗うとねだんだんその光沢が少し落ち着いてくるあなるほど、うん、あ、バッチリだね。うん、ちょうどいい。あ、ぴったり。いいね。あ、ぴったりぴったり。いいじゃん、いいじゃん。うわ、かっこいいね。雰囲気変わるね、やっぱり。さっきの白パンと。うん。マジ、丈バッチリだね。丈バッチリだね。すげえいいじゃん。めっちゃいい。出来そうです。ね、はい。なんかやっぱ雰囲気変わるね。うん、色味変わるだけで。出来そうじゃん。ちょっと待って、ごめんなさい、これ、何回もごめんなさいね、ちょっとこれにさ、さっきのシャツ合わせこれ、これがいい、それ、それ、それ、絶対合うじゃん、絶対そうだよね、これじゃん、し、それだわ、これだね、それいいわ、絶対これだ、はい、かっこいい、それいいわ、ありがとうございます、これかっこいいな、これかっこいいわ、これかっこいい、これいいわ、いや、でもね、やっぱね、パンツの、丈って本当に重要パンツの丈皆さんパンツの丈ですそうパンツの丈はもう本当に口うるさいけどマジで重要、うん、全然変わる全然違う見た目がそうそう、うん、これかっこいいなマジであこれなんかさここのさあれですね
本当になんかここ浅いやつっていうか T シャツじゃなくてもうかっこいいです、ね、タンクトップ、タンクトップで浅いやつでタンクトップ出てこなかったか待って待って待って、締めてもいいしな、うん、このシャツが万能すぎるんだろうな、きっと。このシャツね、そう、いいのよ、ほんといいのよ、めっちゃいい。多分あとこのチノパンもいいから、確かに、結局こういう白を合わせてもいいし、そう、全部かっこいい、全部かっこいいと思う。これもいいですもんね。うん、お前さっきからさ、多分パンツ変えただけだけどでもパンツ変えるとまた雰囲気変わる、全然違う、全然違う。これやっぱやっぱりいいね、茶系っていうか、この茶系はね、やっぱ靴が茶だから、ね、色拾ってくれるからね。あー、最初からこれ取るやつ。赤もありますね。赤もいいよね。チノが万能すぎんだよな。そう、このチノね、めちゃくちゃいいのよ。ごめん、さっきは多分これ何回も見てるかもしれないけど、あと、シンはこのチノ似合う。あ、本当ですか。うん、シルエットは非常に綺麗に出てる。うん、今回32にしました。あれ34だけど、 OK。 竹感すごい。いや、マジバッチリ、ね、完璧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 。これ理想系。俺これ履いて帰りますわ。もうあざっす。ということで、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、春夏いいの今あるので、うん、ぜひ、はい、デニムもあのこれもありますし、まあ、前シンが紹介してくれたあの、うん、そのオーセンティックデニムっていうのもあるし、今入荷してるし、いろいろあるんで、まあ、それこそ、ね、白ダックの白パンもあるし、うん、パンツも豊富なんで、ぜひ来てください。ぜひお願いします、はい、で、この YouTube 見たっていう人はあの特に何もありません。俺これ前恒例にしようかなマジで。こっち側でいつか用意しとこうかな。いつかね、いつか、なんか実は実はっつってやっと出たみたいなあのよく俺いないっていうふうに言われてるんですけど、一応いるはいるんで店に。あ、来た時に、来た時に。そう、結構あでもね、真の動画見てくれたっていうお客さんも結構来てくれるし、はいはい、はい、そう。あ、そうなんですね、うん、嬉しいけど、一応いるんで、もしよかったら声かけてください。呼べば呼べば呼べばいるらしいです。マジの人見知りなんで。じゃあ終わろうかな。こんな感じで終わりますか。ありがとう、はい、うん、じゃあまた、じゃあまた、バイバーイ。